はい、実況させていただいております、ショックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、ファミコンのですね、地底戦空バゾルダーですね、こちらをねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、相当マイナーなね、ゲームなんですけどね、はい、まあ、久しぶりにプレイしますけどね、やっていきたいと思います。はい、スタート。はい、のあー、これね、そうそうね、これね、シューティングなんですね。そうそうね、まあこれ最初のいきなりシューティングステージから始まるんですよね。シューティングとアクションをね、交互にやるゲームなんですけどね。これぶつかったらダメなんですよね、これ。壁に。よし、倒した。すげえ久しぶりやね、これやるのね。あ、そう、これ掘っていくんですよね、あのね。よし、パワーアップした。これね、見た目じゃわからないんですけどね、実は操作結構難しいんですよ、これ。操作っていうか、このね、なんていうのかな、加減がちょっと難しいんですよね、これ。この、なんていうのかな、こう、この自治を動かすね、加減が結構ね、コツがいるんですよ、これ。意外とね、癖があってね、見た感じ普通に見えるんですけどね、ちょっとね、癖があるんですよ。あ、食らった。倒した。そろそろクリアじゃないかな。あ、クリアした。地底火山によるものだろうか。女性が出てくるんですよ。これね、主人公ですね。さっきのあの飛行機に乗ってる人がこの主人公の女性ですね。レーダーに生命反応、144S の方向、モンスターよ。こちらに向かってくるわ。あ、ボスか。これを倒さなきゃいけないですね。これ 3D シューティングなんですよね、これね。あれ動かないよ。あ、そうか、これでいいのか。トーク。モービー。まあ、これね、飛行機に乗ってるね、船員たちっていうかね、会話して、ちょっとこうね、このボスの対策を練っていくわけですね。はい。このままだとやられてしまうわ。シュートするだけじゃダメね。ダン。ポシビリティを増やして 100% にしなければ。ポシビリティ、ちょっと待てよ。ちょっと待っても、これはなんか、あのモンスターは、単細胞生命体なのか。マイク。単細胞なら、その中心にある核を狙え。あ、そうそうそう、これね。介護すればするほどね、パーセンテージ上がっていくんですよね、これ。ポジビリティを増やして 100% にしなければ。あ、まだゼロになって思った。モービー、奴の目玉だ。奴の目が核に違いない。1%。これどうやって増やすんやろ？ユニット？あ、61になった。エレクトロガトリング。あちゃあちゃあちゃ。
あ、そうや、これでいいや。これでやっと攻撃できるんだ。横に移動するんですよね、これね。まあ、ソリッドシューティングなんですよ、これね。倒した。これでパーセンテージを増やしていくんですよね。やばいやばい。おお、危ね。ダメージ受けるとこやった。はい。で、これまたトークね。あ、同じことしか言わないな。やつの名前は、ベムル。原生物タイプのモンスターだ。早く。ビシバシシュートして早くやつをやっつけてくれ。はい。あ、違う違う。あれ？あれ？ちょっと待って。あ、いけたよ。当たらないぞ。当たった。ダメージ受けた。いやでもこのゲームほんとマニアックですね。知ってる人あんまりいないと思うんですよね、このゲームね。あるに貴重ですよね。はい、倒した。100% になったね。やったぞ。こんなモンスターが地底にいるなんて。 VZR2 が行方不明になったのもきっとあの洞窟の中を調べてみるわ。そうそう、これね、今度は自らね、出て行ってアクションゲームになりますね。クリスタルだわ。とても綺麗。そうそう。これでアクションですね。ね、うん。こんな感じになるんですよね。これ迷うんじゃなかったっけな。まあ敵強いな、結構。下落ちた。これ迷うな。こっちは何もないのか。いけないな。あ、いけない。やばいな、ヒットポイント。はい、行き止まりや。VZR2 が地底人に奪われた。仲間はまだ。地底人？ジギーは無事なの。君の恋人のことか。まだ VZR2 の中に。地底人に気をつけろ。やられちゃったな。解放すりゃいいのにな、ライフ。行き止まりか？行き止まりやな。あ、もうね。あ、ほら、やばい、やばい。強いな、敵。あ、撃てない。撃てないやん。怖っ。
うわ、やばい人、やばいぞこれ、やられるぞこれ。この下はどこだ。あ、これ同じとこやな。あ、またこの上戻れないやん。また行かなあかんや。無視しようこいつ。あー、無視できない。もちろんコンテにしますよ。よし、ちょっと待って、一番最初のとこは落ちたことあったっけ。ここ、あ、そうか、これがこれやねんな。一番端に行ったらいいのかな。あんまり落ちてたら弾なくなるもんな。上のアームズっていうのが弾だと思うんですよね。あれ行けないな。あ、そうか、さっきの会話聞いたらこれ進めるようになるんちゃうの、この先。あれ進めないな。ああ、いけるやん、やっぱり。よかった、よかった。お、なんか取ってた、アイテムが。お、変わったぞ。地上から来た奴らの仲間だな。お前らには地底世界を支配する権利はない。世界はノンマルタ帝国のものだ。生きて返すわけにはいかぬ。私たちの仲間はどこ。つつつくくくか。あ、つつつ、ん、まあいいや、ふふふか。お前もラボへ送り込んでやる。ラボ、ラボ、一面のボスみたいなもんやな、こいつは。ああ、なくなった。ああ、これでいいのか。分析ロボット G13。サテライト システムがショートしているわ。このジャンクションをつなげば、危険、危険。今のは、計算ミスです。G13、ジギーはどこ？計算されません。仕方ないわ。VZR5 に戻りましょう。VZR5 っていうのは多分、乗り物の言葉やね。よし、これで進みましたね。VZR5、発射準備 OK。VZR2 のパーツを使って飛行形態が可能となった。ユニットアルファスタンバイ。戦いは始まったばかりだ。音楽いいですね。地底帝国のノンマルタ。VZR5 発進。ジギーどこにいるの？きっと会えるわよね。まあ、これでまあ、ステージ2になるな。ダイナクリスタル。あ、まだシューティングになった。あ、しまった。あ、武器変わったよ。開いた。あ、ちょっと難しくなってるな、やっぱり。これね、操作性も難しいんですよね、これね。見てる人は分かりにくいかもしれませんけどね。操作性も悪いんですよ、これ。シューティングは。難しいんですよ。なんかいる。中ボスっぽいな、これ。硬いな、こいつ。
ああ、そうか、下か。やばいな、ヒットポイント。やばい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 、もう1しかないやん、ヒットポイント。おい、うわ、あー、やられた。コンティニュー。これね、このままいけば死ぬんですよ、これ、確か。あ、死なないか。死なないけど、これ、落ちるんですよ、ほら。これ、ゲームになるんですよ。だから、空飛ばなきゃいけないんですよね、あれはね。操作の仕方が分からなければね、あれも、こういうことになっちゃうんで、すぐここでね、上を押すんですよ。上を押してこうやって空飛ばなきゃいけないんですよね。あ、この武器いいな。この武器いいわ、めっちゃ。クリスタル厄介やな。あーっと、あれ？あ、そうか。チェンジしないとわかんないよ。どうやってチェンジするんやったっけ、これ、武器。あれ？これで違うな。あれ？あ、これや、これ。今の回復やな。こういう敵が出たらこういう強い強力なやつを使うと。あれ、変化しないぞ。よしよし、これ戻った。これ下やな。こんなん絶対食らうやん。やばいやばい、トポイントやばいやばい。あー、回復が出た。あー、クソ、やられた。うわ、2面難しいな。あれはどういけるかやな、これ。よし、回復出た。よし、また。あ、しまった、食らった。よし、しばらくこれでいこうかな。で、ここも変身。よし、これ避けるの難しいな、これ。うわ、取れたやん、回復。取れないな。あれ？え？なんで当たってたんか？当たってたんかな、今の。難しいな、この面だ。
あ、くそ、しまった。よし。どこにと、お前いつもここで少なくなるな、これ。あ、これ勝手に減ってるやん、ヒットポイント。勝手に減ってるかな。ああ、死んだ。ちょ待ってよ、これもしかしてあれ、変身したしすぎたら減ってまうんか、体力。あ、減ってるわ。そういうことか。当たらなくてもこれ使いすぎたら減ってまうんや。使ってない状態が一番いいってことや。ドリルの時が一番いいってことや。これが難しいな。じゃあ相当難易度上がるな。回復する術がないんだな。まあ、もう2しかないな。あ、もう体力ないやん。あー、これ燃料切れになるんやな。ダメだこりゃ。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。